ご参画いただきました企業様、本当にありがとうございます。そしてこれから手を挙げていただける皆さん、ここにいる選手スタッフは10人になろうが7人になろうが、与えていただいたチャンスに全力で立ち向かいます。ぜひ力をお貸しください。いよいよ来週の日曜日、宇城プレイヤースポーツセンターで九州女子サッカーリーグ開幕します。ここにいる選手の姿をぜひ試合会場に見に来ていただければと思います。合わせて応援のほどよろしくお願いいたします。これで私のご挨拶を終わらせていただきます。今日は本当にありがとうございました。山下康則ゼネラルマネージャーよりご説明を申し上げました。